はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。はい。まあ、セカンドチャンネルやっていきたいと思います。はい。今回なんですけどもね。スタティック2点衝動買いしちゃいましたってことですね。はい。まずね、この被ってる帽子ですね。これは何て言うんでしょうかね。ベロスペック。スピーカーわかんないですけど、別注ですね。これ、アポサイトキャップかな、名前合ってんのかな、ごめんなさい。そうですね。セカン、アポストロキャップかな、っていうところなんですけど、これがね、なかなか、こんな茶色で、ここピンクのね、帽子なかなかないんでね、ちょっと思わず、値段7480円、なかなかするなぁ思いながら、ちょっと衝動買いしちゃいましたね。はい。まだこれ、なんか、リネンライクの夏向けの肌触りでっていうね、感じでね、ちょっとね、相変わらず、スタティックさん、こう環境にね、こう優しいね、ペットボトルの繊維のくずや、アップサイクルした原料 50%、使用してるってことですね。あ、まあまあ、そういうところ、これね、ちょっとこれもかっこいいんじゃないかと思って、ね、ちょっと気に入って即買いしましたね。最近ね、だから帽子がね、だいたい4点決まってるんです、キャップね。こう薄いキャップですか、なぜかね。この、リッジのベーシックキャップ、この黄色かね。このリッジのベーシックキャップの、あれですね、バイカラーですね。グレーと黒のバイカラーがね。これがね、シエルね。シエルのこのね、夏のキャップですね。だいたいこのね、だいたい3つをね、回してる状態だったんですけどね。まあまあまあ、これもちょっとレギュラーに加えたので、面白くなるんじゃないかというところでね、買っちゃいましたっていうところですね。ほんで次ですね。次、こちら、スタティックのですね、シリカエア、もう横文字言わなかったの、ほんま、シリカエアロゲル、ストーブマットですね。はい。これね、僕、結構ね、最近、ちょっとずつ、なんだ、アルストかな、アルストをね、ちょっとやっててみてるんですけどね、なかなかここ、なんか、アムのなんか、もし、こかしたもしたら、えらいことになるなと思ってね、一応、こういうのも取った方がいいんちゃうか、ってところで、ね、買いましたね。これがなんかね、ソロと A4 があるの、A4 ってすごいな、あれ、焚き火用なんかな。まあ、これだから、あれです、熱伝導率しにくい、軽量なフェルトを使った、その繊維が抜けやすく、生地が分解せず自然に残留させれることを罪悪感を持っていました。なるほどね。あ、なるほど。まあ、何しかね、燃えにくい、布ですね。ナサラ、ホームページ丸読みやな、お前、シリカエアロゾル、ナサラに採用されているほど特徴的、凍った煙や固体の煙などと言われ、非常に低密度で、の固体で軽く、高い断熱性を持った次世代素材か。ああ、なるほどね。これをね、ちょっと下に敷いてね、やるとなんか事故とか防げるかなと思ってね、購入しました。これ値段2750円。高いなぁ、思ってね。こっちが7000何倍だっけ ?7000? 7000ね、7350円かな。こちら7000、何倍や ?7480 円か。7480円、なかなかやな。ベーシックキャップ、最近もなんか、かっこいい、かっちょいいキャップはもうあれですね。7000円台の時代になりましたね。普通のキャップだから大体半額ぐらいの値段なんですけど、やっぱりね、これ、うおって思うキャップは7000円以上しますね、っていうところでね、締めたいと思いますね。まあまあ、これもね、今度、重曹とかでアルストとか使うと思うんでね、また、これね、どんどん試してみたいと思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。